世界スーパーバンタム級4団体統一王者、モンスター、井上尚弥選手、現在パウンド、4、パウンドにランクするなど世界的な評価を受ける中、2022年12月のバンタム級4団体統一戦で、敗戦を喫した元 WBO 世界バンタム級王者、ポール・バトラー選手が、井上選手の凄さについて、改めて語ったのだといいます。というわけで今回は、バトラー選手が明かす、モンスター、の異常さをも紹介していきましょう。ぜひ最後までついてきてくださいね。多くの選手たちがそうであるように、バトラー選手も井上選手と対戦する前は、井上には隙があると自信を口にしていた一人でした。2022年12月にバンタム級の4団体統一をかけて対戦した英国選手でしたが、結果は11ラウンド TKO 負け、文字通りの惨敗となりましたよね。そんなバトラー選手は最近になってアメリカメディアBOXING の取材に対応。そこで過去の対戦相手、井上選手に惜しみにない賛辞を送ったといいます。もうスーパーバンタム級でも何かを証明する必要はないと切り出した彼は、次のように続けました。ボディへのジャブで隙をついてから頭までのギャップを生み、右腕の強烈な一打をドカンと叩き込むんだ。井上はその戦い中で彼のパワーがレベルアップしていることを証明している。それも小柄な選手たちだけを倒しているわけじゃない。彼は上の階級でもできるのかという問いにも二度も答えているんだ。試合ではとことん打ちのめされたバトラー選手だからこそ、彼が口にした井上選手に対する評価は説得力がありますよね。また正直に言って、今の自分はボクシングをする必要はない。幸いにも井上のおかげで住宅ローンは1円たりとも借りてない。だから無理をしてまでこのスポーツをやっている必要はないんだ。でももう一度タイトルを取りたいし、頂点に立ちたいからやっているんだ。そこはお金とは何の関係もないとコメント。実際昨年7月に東京有明アリーナで行われたスティーブン・フルトン選手との WBC&WBO 世界スーパーバンタム級2団体統一戦は、両陣営の合計で約10億円という軽量級史上最大の収益を生み出したと言われています。コロナ禍だった2021年6月のマイケル・ラスマリナス戦以降、日本開催を続けている井上選手は、海外メディアや一部の選手から批判も受けていますが、そこには怪物の恩恵を受けようとするライバル側の思惑もあると言えるでしょう。しかしその一方で、バトラー選手は井上選手に対しやらぬ難癖をつけた過去もあります。それは彼がイギリスのメディアセコンドアウトの YouTube チャンネルに出演した時でした。バトラー選手はまず井上選手がスーパーバンタム級のタイトルを獲得したスティーブン・フルトン選手との試合を振り返り、彼、井上はとても優れている、フルトン戦でそれを目の当たりにした、階級を上げた時多くの人が彼にとって厳しいテストになるだろうと思っただろう、だが彼が成し遂げたことを見てほしい、私は1ラウンド目のポイントは落としたと思うが、次のラウンドから勢いをつけて相手フルトンを倒した。とても素晴らしく、彼は明らかにリングの中で自分自身を出していた。彼が優れた戦いをすることは分かっていた。誰も彼の前ではうまく戦えないとは言えないが、足の動きに加えてパンチのスピードパワーもあるとフルトン戦での井上選手を絶賛。そして自らの井上戦についてはリングの中を動いてしっかりとした位置に立つ彼のボクシングはとても優れている。あの時望んでいない立ち位置に彼が私を誘い込んできたが、私は直面した多くのトラブルを足を使って逃れることができた。フルトン選手より3ラウンド多く戦ったことを自慢気に話したといいます。そしてここから井上選手に対しての一つ目の難癖を飛ばしました。私は彼がやったこともはっきりと分かっていた。ジムで子供やアマチュアに私がそれをやるようにリングをできるだけ小さくしていた。私はリングでの知識があったから、多くのトラブルから抜け出すことができたと信じている。リングのサイズは 5.47m 以上、7.31m 以内と定められており、リング設営を担当したウイニングも通常通りの設営で何一つ変えていないことを明らかにしていました。それにもかかわらず、彼はなんと自身のステップワークを警戒して、井上陣営が当日のリングのサイズを小さくしていたとクレームをつけたのです。あまりにも突飛すぎる難癖と言えますが、バトラー選手はさらにフルトン陣営が、ギリギリまで注文をつけてきたバンテージ問題についても、
次のように言及しました。オンラインのビデオでフルトン戦のバンテージを我々も確認した。確かに重ねて巻かれていたが、日本では奇妙な理由によってそれが許されている。我々英国は明確に禁止しているが、彼らのところでは許されていた。井上のトレーナーが通常通りのバンテージの巻き方をしたかどうか 100% 定かではないが、フルトン戦では重ねて巻かなかったと思う。ただ私との試合では重ねて巻かれて、彼の手に巻かれているバンテージを見て、私のトレーナーはあのような巻き方は一度も目にしたことがないと言っていた。手の肌に直接幾重にもテープが巻かれ、それからバンテージ、テープ、バンテージ、テープと重ねられた。トレーナーはこれまで目にした中で最高のもの、ハンドラップの場面はたくさん見ているが、井上のそれはスペシャルなものだったと言っていた。イギリスでは肌に直接テーピングを巻くことは禁止されていますが、日本のルールではそれを許可されています。フルトン戦では相手陣営からクレームをつけられたため、まずが汗を巻いてからテーピングを言っていましたが、バトラー戦では事前に注文はなかったため、相手トレーナーが立ち会いのもと日本のルールに従って直接テーピングから巻いたという経緯がありました。しかしながら今更になってバトラー選手はそれに物言いをつけたのです。しかし彼の難癖はこれだけに止まりませんでした。それが井上選手のドーピング疑惑でした。この話題は昨年8月に元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー・ジュニア氏の提言に始まりました。アメリカの YouTube 番組 FIGHTHYP.com でメイウェザー氏は、井上はとんでもないファイターだと思う、そして私は彼が好きだ、なぜなら彼は私の戦略やプレイから多くを学んでいるから、偉大な選手から学ぶことは当然だと少し上から目線で称えた上で、井上は米国に来てランダムに行われる血液や尿の検査、ドーピング検査を受けて戦う必要があると問題発言を展開したのです。そんなメイウェザー氏の発言について意見を求められたバトラー選手は、井上と戦う数年前から私は彼にドーピングの検査が必要だと言っていた。7ストーン10ライトフライ級の 48.97 キロから8ストーン10スーパーバンタム級の 55.34 キロに体重階級を増やし、彼は依然として相手を倒し続けている。明らかに普通だとは思えない。彼はとても優れていて、技術はとても良く、信じられないほど素晴らしい。だがあのパワーは上の階級に持ち込めるものなのだろうか。何年も前のパッキャオについて、みんなが遥かかの階級、フライ級から一番上、スーパーウェルター級まで上げて、WBC 世界同級王者のアントニオ・マルガリートを倒すまで、どうやっていたんだ、と話していたようなものだ。どのように彼はやっているのだろうか。私はフロイド・メイウェザーの意見が正しいかもしれないと思う。井上は通常の検査のために米国に来る必要があると思う。我々には真実が決してわからないので、指を立てて彼が詐欺師だということはできない。なぜなら彼が詐欺師であることが証明されたことがないからだ、とコメント。なんとバトラー選手は井上選手を黒と確信し、詐欺師とまで言い放っていたのです。戦術の通り、井上 VS バトラーはモンスターの圧勝に終わりました。バトラー選手は試合全体と通して手数が少なく、見かねた井上選手は不敵な笑みを浮かべながらノーガード挑発を披露する始末。この挑発に反撃で応えたいバトラー選手ですが、凄まじい覇気に攻めあぐねていました。そんな亀戦法を展開していたチャンピオンも最後はコーナーに追いやられ、とどめの左ボディでリングに沈んだのです。あまりの実力差を見せつけられた井上選手をドーピングに結びつけなければ納得できなかったのでしょうか。そもそも井上陣営はスポーツマンシップに反した行為が大嫌いで、井上選手はこの4団体統一戦を前に、あまりにも実力差があるバトラー選手を相手にモチベーションを保つことに苦労していたほど、そんなボクサー相手に卑怯な真似をする必要性はゼロでしょう。当の本人である井上選手は先ほどのメイウェザー氏の発言に対して、なんで自分がドーピングしているという疑惑が出たのか、抜き打ちの VADA の検査を受けて挑んでいますからね、と怒り心頭で、フルトン戦の前には2度抜き打ちの検査を受けたことを報告していました。一度はジムに突然謎の外国人が現れて尿を取られ、2度目はどこで調べられたのかアポなしで自宅を訪問されたといいます。しかも井上選手はすでにアメリカで3度
イギリスで一度試合をしており、その際のドーピング検査でも全く問題は生じませんでした。この事実からもメイウェザー氏とバトラー選手のドーピング疑惑発言は根拠のない単なる言いがかりでしかないと言えるでしょう。またメイウェザー氏は井上選手と世界で最も凶暴なボクサーとされるガーボンタ・デイビス選手とのキャッチウェイトでの対戦を熱望。この井上選手より3階級上のデイビス選手との対戦について、バトラー選手はいい試合になるだろうが、ガーボンタは大きすぎる。井上の体格は私よりも大きくない。彼のパワー、能力は S バンタム級、フェザー級でも通用するが、おそらく S フェザー級は少し大きすぎて限界となるのかもしない。体重制限を設ければきちんとした試合になるかもしれないが、ガーボンタがお粗末な試合をするとは考えにくい、と話したといいます。そんな中でも、この一連のバトラー選手の発言を擁護する意見も存在していました。それは、翻訳の仕方や一部切り取りの影響で、異なる意味で伝わっているのでは、というもの。インタビューの動画内で、バトラー選手は井上選手を、全てにおいて素晴らしい、彼の能力は信じがたいもの、と終始絶賛しているのは確かであり、リングを小さくしていた、という発言も、物理的なリングのサイズという意味ではなく、井上選手が巧みにリングを小さく使い、スペースを限定してきたという解釈も十分可能です。バンテージ問題に関しても、ただ単に日本と海外のルールの違いを指摘しているにすぎず、肝心のドーピング疑惑には、階級に関係なく、疑わしいくらい強い、ずっと疑って吐いたが、不正はあるかもしれないと思っていただけで、実際は一度も証明されたこともなく、それを面と向かって指摘することはできない。と逆に井上選手を擁護しているようにも捉えられるのです。真意は発言主であるバトラー選手にしかわかりませんが、いずれにせよ、多少なりとも誤解が存在する可能性も否めませんよね。ただ一つ確かなのは、バトラー選手は井上選手を非常に高く評価しているボクサーの一人ということでしょう。そんなバトラー選手ですわ、井上戦直後にも物議を醸すコメントを残していました。彼は、11ラウンドのボディはかなり効いた。あまりにも早すぎて対応が難しかった。避けられたところもあるが、早くて対応しきれなかった。と井上選手を称えながらも、井上は攻撃力と打たれ強さがあるがゆえに、ディフェンスが後回しになっている可能性がある。スーパーバンタム級に上げても失敗はしないかもしれないが、その点が厳しくなると思うので、考えなくてはならないことが増えると思う。と発言。井上選手に対して、まさかのディフェンス面へのダメ出しが飛び出したのです。この発言にはファンも疑問を呈し、的外れな見解だ、と批判を受けました。SNS 上では、序盤からフェイントも距離も見切られて、手が出せなくなったから井上選手はディフェンススキルを見せる必要がなくなった。しかも、ディフェンスに無知な相手にカウンター合わされちゃいけない。バトラーが出てこないなら、ちょっと緩めて打たせてきて。出てきたところを倒そうとしただけ。ディフェンスが弱いのではなく、緩めて誘っただけ。という意見や、これは、バトラー選手のプライドでもあり、井上選手の誘い出すためのノーガード戦法等でややそこが傷つけいた面もあるから言ったんだと思う。打ち終わり狙ってもほとんど当たらず、左の差し合いも強度と正確性で差がありすぎた。と冷静に分析するコメントも寄せられていました。実際、井上選手はスーパーバンタム級でも無双状態。バトラー選手が指摘したような、ディフェンス面で難があるようには全く見受けられませんよね。さらにアメリカボクシング専門誌、ザ・リングのインタビューでは、クリーンヒットさせない以外に自分のできることはほとんどなかった。と井上との力の差を正直に吐露し、俺がアマチュア選手と戦った時のようだった。リング上でどのように追い詰め、操作するかは勝っている。自分がアマチュアだと言っているわけではない。俺は世界王者だ。でも彼は偉大だった。彼はバンタム級のカネロ、サウル、アルバレス、ダヨウ。彼は素晴らしい。と、モンスター、お称賛。それでも、反撃を開始したのは4、5、6、7回だった。彼をかなりイライラさせられたと思う。8回に彼が後ろ手をして俺をおびき寄せようとしたとき、何をしているのかわかっていた。俺にミスをして欲しかったんだろう。と語り、パワーはそれほど感じなかった。と強がるようなコメントも残していました。もうボクシングをする必要はない。と話すほど井上戦で稼いだバトラー選手ですが、試合後にも、明日引退しても問題ない。と話していたそう。その理由については、経済的に安全だ。バンタム級で経済的に安全が確保されている選手は他にいる。頭に浮かんでこない。
少なくとも英国内ではいない。幸せに引退できるよう、二度世界王者になり、故郷に錦を飾れたし、家族を幸せにできた、と一度は引退をまで示唆していたといいます。一体バトラー選手は、井上戦でどれくらいの額を稼いだのでしょうか。気になるところですね。いかがだったでしょうか。今回は、バトラー選手が語った井上選手の凄さをご紹介しました。何年経っても色褪せない、バトラー選手の中のモンスター。今でも彼の脳裏に井上選手の強さが染みついているという事実が、モンスターの異次元ぶりを表していると言えるでしょう。皆さんはどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録、高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこのあたりで。